ございます。おはよう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 ございます。はい、こんにちは。見てる人も我々もみんなもお互いもこのチームがトレーニングしてる雰囲気は世界一を目指すチームなんだっていうところの雰囲気作り、プレーの質、やれること、そこを考えて意識してトレーニング、短い時間だけど集中していきます。 OK! はい、よろしくお願いします。行きます。はい、気持ちいい。ジョギングしてきます。ジョギングしながらね。そうなんだ、それ使おう。足元速いボール通したいんで、しっかり体をケアして、OK! じゃあ最後、プログラムの最後、締めて。午後も集中して頑張りましょう。はい、始まってましたけど、あの午前の練習いかがでしたか？まあ、集中して充実してたかな、結構なんか笑い声とかも聞こえながら練習でしたけど、なんか
結構みんなの雰囲気がなんか楽しい感じ。そうですね、最初なんで、まあ、結構盛り上げながら、午前は結構真剣にやりつつも楽しい感じで終わりです。まあ、あの昨日の夜ミーティングでこのチームの組みについて話があったって聞いたんですけど、どんな話があったんでしょうか。え、まあ、まずその大きな目標があって、そのためのその過程というか、今後の小さな目標からこうどん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 そこの目標に向かうっていうチームで、そのコンセプトだったり、その第一にの戦い方だったりっていうのをミーティングしました。世界一っていうところがまずあって、その中にそのオリンピックだったりワールドカップだったりで、またその近いところでアジアカップだったりっていうのを確認しました。わかりました。お疲れ様です。ですか、初めてのユニの撮影でしたけども、こうテレビで見てた選手の方々のユニをすごいなんか着れたから、なんかその人たちの顔がすごい思い浮かびました。まあ、今回初招集ということで、まあ、今2日目本格的なトレーニングも始まったと思うんですけど、どうですか今2日過ごしてみて。なんか緊張するかなとか思ってたんですけど、結構緊張する暇もないぐらいもあっという間にどんどん過ぎ去っていくので、まあでもやること自体はいつも通りのことをいかにやれるかかなっていうふうに思ってるので、そこは楽しみながらやれてると思います。キーパーの部分ではお二人のプレー見てて、やっぱ準備の質っていうのは高いなっていうふうに思いますし、あとはまあ自信を持ってやってるっていうのもすごい見て感じ取れますし、シュート打つ人たちも一瞬の駆け引きとかそういうのはすごい、うん、フリーの中でですけどキーパーとの駆け引きっていうのもあるし、そこはこうさらにレベルが高いところでやれてるなっていうのはすごい感じます。監督にユミジュの時にも関わりがあると聞いているんですけども、はい、ですか、ミーティングなども数回あったと思うんですが、まあ、どんなミーティング内容だったりとか。基本的には、まあ、アンダーカテゴリーでやってたのと同じような流れだなっていうのは思ってて、こうチームの中で共通のワードだったりっていうのをいかに共有しながらゲームで出せるかっていう部分を考えてくれてるなっていうふうに思ってて、そこは、まあ初めて選ばれたけど、その今までの流れと一緒っていう意味ではすごい不思議な感覚ではあるんですけど、まあ、でもやりやすさもあります。はい、と一番にまず世界一の奪還っていうところは、チームとして強くこう意思を持ってやっていこうっていうところと、あとまあ短期的な目標でアジアカップがもう近づいてて、そこでいかにいい成績を優勝っていう結果を残せるかっていうのが、まあ、大きな目標にあると思います。田中選手自身の、まあ、今回の合宿での目標っていうか何かの狙いがあれば、まあ、初めてっていうのはあるので、いかにこう自分を出せるかというか、自分のそのいつもやってるプレーだったり練習に対する姿勢だったりっていうのはこう、まあ、一番下ですし初めてながらでもこういかにいい影響を与えられるかっていうのは考えたいなっていうふうに思ってやってます。ありがとうございます。ありがとうございました。僕も頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。
行こうぜ。ハットリコー。そう、ナイス。でもそのタイミングあるから、それをスキルで、ナイス。そう、ナイス。おー、ナイスプレー。やばい、いいですね。ナイス、はい。ナイス。いけた。で、向こうはさ、少し変形になってるから、こういう角度で。で、こっちはうまくこう、配球しながら、数的優位です。動かすと動かす。下から何度いたの？下からダメ？下から上から上から上から。お疲れです。壊れてるか、壊れてるか。お疲れ様です。あ、そうそう、上からで。上からで。なんで？何それ？なんか、やっぱ下から、こうやってすればいいんじゃない？ナイス。なんで二人して裸足なんですか？え、なんかいいらしいです。おすすめ？おすすめ。光コーチが全部一人回ってってる。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あの、まあ、今日で合宿2日目となって、結構本格的な実践形式の練習も行いましたけれども、どうしてあの、まあ、今日の練習の雰囲気とか、まあ、やってみての感想というか。はい、まあ、新体制になって、メンバーもスタッフも大きく変わって、本当雰囲気いい中でやれてるし、あの、これからが楽しみだなっていう、はい、ところです。あの、池田監督と監督選手という関係でやるのは初めてですか？あ、そうですね。コーチの時は何回かお世話になっているんですけど、まあ、ミーティングも何回か重ねて、今日、まあ、さっきまで実践を消してもらって、どうですか、なんか、まあ、どういった、まあ、印象というか、今。あ、もう本当オープンで、なんか、なんだろう、雰囲気よくというか、いろんなスタッフの方たちも仲いいんだなっていうのが伝わるし、まあ、選手に対しては本当、あの、前向きにトライさせてくれる監督だなと思います。
まあ、近い目標で言ったら、アジア大会を、まあ、枠として捉えるんじゃなくて、もう優勝を狙いに行くっていうところ、その中でやっぱり獲得して、ワールドカップ、まず金メダルっていうところの目標を掲げてます。田中選手個人として今回合宿入るときに何か目標というか、まあ、目標があって入ったりとかされましたか？まあでも本当悔しい思いをして、その悔しさを返せるのはこの場だと思ってるんで、まあ、まずは、ここでしっかりアピールして、まあ、次も呼んでもらえるように、もう競争だと思うんで、そこはしっかり残っていきたいと思ってます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。共有なかったらメンティングで終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、今日で2日目を終えられて、まあ、今日また実戦形式の練習も始まったりと、かなり本格的に練習も始まったかなと思うんですけども、この2日間あの選手たちを見ていていかがでしたでしょうか？まあ、初日は集まってリカバリしたりグループ分けもして、で、まあ、リラックスしながらもこう始まる緊張感も含みながらっていうところで、そういった選手の様子を見てる感、見る時間でしたけども、時間が多かったですけども、まあ、今日はトレーニング前にミーティングして、トレーニングの狙いもこう共有した中のトレーニングになったの でそれに対する取り組み、選手の姿勢とかっていうところは本当に満足してますし、はい、今後も成長も期待できるかなと思ってます。池田監督のミーティングの中で、まあ、かなり、まあ、その意見交換をしっかりしていこうという言葉をよく聞くことがあったと思う、結構だったんですけども、それはやっぱりこの池田監督自身のそのモットーであったりとかするんでしょうか？まあ、意見交換というか自分の思っていることっていうのは発信できて、それをお互いが受け入れられるっていう、そういう、まあ、お互いを尊重し合ってる関係っていうのは作っていきたいんで、まあ、そういった意味でもこう意見交換というかコミュニケーションっていうところは選手には伝えてますね。ワールドカップ、さらにオリンピックっていうところを目指していく中で、どんななでしこジャパンを見せたいとお考えでしょうか？まずは皆さんに応援されるような、女子サッカーっていいなっていうふうに思われるような、そういった諦めない姿だったり戦う姿勢っていうのはもちろん見せていきたいと思ってますし、またそれで戦ってしっかり結果を出して喜びを共有し合って、みんなとこうサッカー界が盛り上がるような、そういった発信元になれればいいなと思ってます。今結果とおっしゃられましたけど、池田監督の中で今求めている結果、目標っていうのはどこになりますか？まあ、一番近い大会はアジアカップなので、そこでワールドカップの出場権を得るっていうところ、もちろんアジアの大会なのでアジアの頂点を目指すっていうところは一つありますし、まあ、その先に2023年のワールドカップありますので、そこでやはり世界一を奪還するという強い気持ちは本当に選手からも感じられますので、そこに目指してトライしていくというところはあります。ありがとうございました。ありがとうございます。